も必要だ。疲れた？さてさて、温泉でも入りましょうか。ピュッ。あれ？シュシュ？ウィリャーと、この子、だいぶ小さくなっちゃったわね。また新しいの作らないと。シュ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 いました。もうこんなところで何をしてるんです。そりゃ見ての通りよ。アルティスも一緒に入る。何のんきなことを言ってるんですか。これから世界征服を始めようっていう大…だからこそ温泉で英気を養ってるんじゃない。それに世界の支配者が汚れてたりなんかしたらカッコつかないでしょ。下々の者が尊敬し崇めたてまつってこそ真の支配者じゃない。それは一理ありますね。でしょでしょ。だったらほらアルティスも早く脱いで。うまく乗せられてる気もしますけど。わかりました、噴射させてもらいます。浸かる前に体を洗いますかね。シャンプル借りてもいいですか。いいわよ。ブルー、ありがとうございます。でもシャンプルって本当にこういう使い方していいんですか。いいな、いいな。私の下僕をどう使おうが私の勝手でしょ。それもそうですね。ところで下僕第一号くんがこっちに混ぜて欲しそうにずっとうろうろしてますけど。キク、あ、リュウト、そこにいんの。ああ、いや、その、違うんです。決して覗こうとしてたとかそういうんじゃなくてですね。一緒に入りたいなら最初から言えばいいのに。それはやめておいた方がいいのでは。いいんすか。本当にそっち行っていいんすか。だからいいって言ってんでしょ。早
来ないと私たち出ちゃうわよ。それじゃあお邪魔します。出た出た、リュートの鼻血。だからやめた方がいいって言いましたのに。いいじゃない、これを見ないとお風呂入ったって気分にならないもの。そのために毎回乙女の柔肌を晒すのはどうかと思うのですが。あら、警報ですか。うるさいわね。大変っす、僕たちの向かってる世界から船がもう目の前まで。もう鼻血はいいから。とにかく早く服を着て戻らないとですね。うわ、地下、なんでこんなになるまで気づかなかったのよ。それはずっと温泉の前でうろうろしてたからですよね。ごめんなさい。あ、向こうから通信が来てるっすよ。どれどれ。所属不明の船に告げる、おとなしく引き返せばよし、さもなくばこの場で撃沈する。はあ、でどうするんですか。この私に喧嘩を売るなんていい度胸ね。リュート、変身よ。たった今からこの世界は私のものだってね。了解っす。あれ、あ、知らないの。通信なんてしたことないっす。グズグズしてる間に、あ、モンスターっすよ。あ、私の船に勝手に。もう怒った、とっちめてくる。あ、待ってくださいよ。最初からこんな調子で大丈夫なんでしょうか。やっつけましょう。この程度の相手なら僕一人でも。いや、それじゃ手ぬるいわ。こいつらは下僕にして一生こき使ってやる。私のものにしてあげる。次は誰が私のものになりたいの。ピュ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 、やっ、ニュフ。すごいですね、
シュシュの何でも下僕にしちゃう能力は。それほどでもあるけどね。この力で世界中の人間を下僕にしちゃえば、世界征服なんてあっという間に。のんびり喋ってる場合じゃないっすよ。まだ敵の船が残ってるっす。あ、そうだったわね。リュウト、あの船返り討ちにしてやるわよ。できるわね。当然っすよ。艦隊戦でこの G キャッスルに勝てる船なんてあるはずないっす。乗り込まれた時にもあちこち壊されましたし、リュートが早く敵を発見していればそんなこともなかったんでしょうけどね。それはもう謝ったじゃないっすか。ああ、いいわ。目的地にはどれくらいで着くの？あと 2,3 時間ってところっすね。じゃあその間に被害状況を調べておきましょうか。アルティスもついてきて。はい。あ、僕も一緒に。あんたはここで見張り。はい。ところどころ傷はついてるけど、壊されたってほどじゃないわ。これくらいなら問題なさそうですね。ええ、あとでリュウトに直させましょう。はあ、何を本当に。そういうわけじゃないです。まあ見てなさい。世界なんてあっという間に征服してみせるわ。この世界に存在するものは全て私、絶対神シュシュ様のものなんだから。出ましたね、シュシュの自称絶対神が。自称って言うな。私は正真正銘本物の絶対神なの。はいはい。まあシュシュには頑張ってもらわないと私も困るんですけどね。世界征服の片棒を担ぐなんてとんでもなく悪いことですから。アルティスも変わってるわよね。天使のくせに悪いことがしたいなんて。天使じゃありません、悪魔です。とっても悪い悪魔なんです。出た出た、アルティスの自称悪魔。そんな姿で悪魔って言われてもね。ですから何回も説明して。